こんばんは。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 目が乾燥しちゃう。こんばんは。コンタクトだよ。こんばんは。お、舞踏会のイベント当たりました。おお、待ってます。舞踏会、そっか、当落が出たのか。お、当選した、ありがとう。夜までコンタクト、そう、乾燥しちゃうけど、コンタクトは外せない。あ、そう、23日のね、ショールームの配信とか、沖さんのラジオとかに出演させていただきます。モアプリンセスに会いに行きます。待ってます。メガネは確かにメガネも持ってるんですけど、そう、そう、ここももで配信、昨日の声のアーカイブ見てた？8月沖さんのラジオ出れるの初めてかな、初めてなので、ぜひぜひぜひ見てください。メガネ配信ね、してないよね、もう。ちょっと今度したいけどな。こんばんは。こんばんは。にゃんにゃん。にゃんにゃん。やっぱり一番かい。ありがとう。コント見る、耳の方にちょこんちょこん、こんばんは。福ちゃん、かわいい、ありがとう。みかん屋さん、だるま、ありがとう。 A ちゃん、涼しいに水鉄砲、ありがとう。 A とさん、水鉄砲、ありがとう。ドラゴンさん、涼しい、ありがとう。深緑さん、かわいい、ありがとう。ニコニコマークさん、とっとり、ありがとう。ドラガンさん、あわあわ、ありがとう。ミキヤくん、あわあわ、ありがとう。コウジさん、タコちゃん、ありがとう。チョコンかね、今日はチョコンで。今週はツアーダンス出場。そうそうなの。でね、本当なんだろうね、今日は結構集中で、ダンス集中でなの今日。だけど、ありがとう。今日もスイパラいた？いいね。いいね。もう一回40分から始めたか。
広島のスイパラ、そう広島のスイパラね、終わっちゃった。うん、髪の毛ついつい、ほんと？でも調子いい、やっぱトリートメントしたら。もちゃんのステージ姿めちゃくちゃ好き。やったね。期間が短い。期間ね、まだ東京の方はあと10日ぐらいあるけど、今日も行けた？上野行ってくれ、行ってらっしゃい。髪の毛いい感じ？やったね。広島には結局行けなかった。またね、次もなんかコラボさせていただけたら嬉しいね、また。可愛いしかいない。ほんまに？ありがとう、優しい。そう、神戸のツアーがもうちょっとね。もものダンスの覚え方は、もものダンスの覚え方は、もものダンスの覚え方か。あ、でもどうしても分かんないときはスローにするんですよ。なんかスローにするアプリがあって、昔はよくスローにして覚えるっていう、ゆっくりねして、そうでもその振り入れしてもらえる時もは大体してもらえるんですよ。ダンスの先生にそういう時はそのある程度覚えていって、細かいとこは向こうでダンスの先生に教えてもらうみたいな感じなんですけど、僕恋の時が、そう振り入れがあんまりなくて、そういう時にスローにして覚えてました。細かいところ見えない時があって、それ以外は大体振り入れがあったので先生から教わってたんですけど、そうするとねすごい覚えやすいですよ。にゃん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 、そうそう、自分だけでやるときは。鏡がないとどうぞ、鏡ないと難しいよ。でもなんだろうな、ももはね、ももは iPad をもう前に置いて踊ってるかな。全身ミラーはね全然家にないんですけど、逆にもうずっとないから家には。もう何年？3年半くらいずっとそのなしで家で覚えてるから結構慣れてきたんですけど、確かにレッスン上で覚えた方が覚えやすいのある。そうなんよ。表情もつけてしっかり踊ってるんですか？あ、本当？ありがとう。窓ガラスに映したりとかは、してないですね。そう。窓ガラス、でも窓ガラスでさ、自分を映しとったらさ、なんかさ、窓からもう、ももの姿が見えたとき、なんか、めっちゃ踊っとるやつおるみたいな。頭でイメージ、そう、なんか動きで、そう、外から丸見、そう、私がダンスを覚えとるのが丸見えで、そう、家のやつはね、外からも中からも見える窓なんでね、そう、恥ずかしいじゃない、メンバーと知らん、
メンバーと自主練か。でもみんなで話し合って詰まった時もあるし、もう基本はお家で覚えるスタイルか、一人で自主練を借りたりします。でも自主練を借りたらマネージャーさんがいて、ちょっと自分一人で踊るの恥ずかしいけ、結構家で踊ることの方が多いです。ふふふ、ちゃんこんばん、こんばんは。マネさんが見そうそう、そうか、引きみたいなできるけど、マネージャーさんずっと、いや、なんかそのマネージャーさんのお仕事もあるから、マネージャーさんじゃその自分のお仕事してるんですけど、恥ずかしい。家で踊ったある程度振り付け入りますか？軽くっていうか、細かいとこ分かんなくなっちゃうけどね。入るは入る。令和の土方さん、ハタありがとう。かなさん、ハタありがとう。ドラゴンさん、ライフありがとう。フィッさん、アワアワありがとう。ぐんぐんぐんさん、ハタありがとう。コウジさん、タカありがとう。ゲーモンさん、バラありがとう。うん、野外です。ディーンさん、公開レッスンした、あ、そうなんだ、そうなんだ、すごいね。まつげはビューラーで上げてるよ。まつぱはしてないからね、グイッとグイッとやります。ふやー、いや、レッスン受け身、恥ずかしい。山形に住んでますか？どのユニオンしてもいい。山形、そうよね、なかなかあれよね。でもももは配信を見に来てくれたりするのもめっちゃ嬉しいし、そっちいろんなとこ回りたいな、ほんと。公開フリーで？やばい、もう全然あの追いつけんかった、どうしようそれ。お眠り、いや、大丈夫大丈夫、お眠じゃない大丈夫。まだお眠じゃない。コンサートのその場でフリーで、あー、やった。全然できなかったけど全然できなかったやつでしょ全然覚える時間なくて、あーって、まだ寝たくない、起こしてくん。起きようよ。今何時？55。
56。ちょっと歌おうかな。ちょっと歌おうかな。そんな甘い声だ。ごめんって、ごめんって、ちゃんと起こすから今から。今今日時間早いし、そんななんかめっちゃ静かに歌うんでもいいから、今の時間やったら。よいしょ。でも後でお話もしたいけ、30分ぐらいまで歌おうかな。ペンライト準備 OK？最初の曲は重恋にします。春夏秋冬があったらいいんだけど、やっぱなんか俺はみんなと思い出深い曲だからね、おもこいは。どんなに時が過ぎ去っても君の顔が浮かぶだろう。違う空を見上げていたって忘れない。曲よね、ほんと。遠くから眺めてるだけなら失っても傷つかないけど、手に入れたらきっと怖くなるように、臆病な自分の性格、君は泣きそうな顔しながら何をためらうの。僕は君が好きで、君は僕が好きなだけだ。その先のことなんか誰もわからない。いつの日にか思い出せる、とっておきの恋をしよう。遠慮がちにつなり歩いたあの日を覚えてる。咲き始めたばかりのひまわりの道、幸せすぎちゃう時間はあっという間に消えてしまうから、できるだけゆっくり歩こう。なぜか不安でいたいら、初恋は誰もみなつかないらしい。何年か後にどうなってるか想像さえつかないけど、もし隣に君がいなくても悲しまないように、何年か後に振り返れば今日のことを思い出すよ。もうこんな出会いはきっとできないだろう。やっと夢が叶ったと思った。
ことを考えたくなる。どう絶対離れたくない。いつの日にか思い出せる、とっておきの恋をしよう。もし世界が終わったとしても、悔いのないように。いつの日にかまた出会って、昔話できたらいい。そう、涙以上に微笑んでいたい。ずっと優しく微笑む大切な君と約束したいんだ。忘れはしない。いい曲よね。シングルで一番好き？ね、ほんまにいい曲。ボイトレの成果本当に出てますか？出とったら嬉しいけど。おまこいいよね。こんばんは。次はね、迷ってんの。迷ってんの。僕の体温もいいね。僕の体温する？眩しい光はエネルギー。
闇に怯えないで、僕はいつも君のそばにいるよ。もし世界中が敵に回っても、僕は味方だから、悲しいことなんて忘れて、なんでもないように笑って、一人じゃないよ君は、夜明け待つ人がいる。太陽は何度も夢を見る、青空も今諦めないで、時には雨だって降るなのを泣かないで、僕の太陽。太陽は何度も夢を見る、雨雲にもし覆われたって待ってる誰来る、本当に懐かしい、またやりたいってなる。これやろ。やがて必ず届くことを海流は知っていたんだ。また難しかった、ごめん。人は誰でも大切なことを忘れる、穴に熱く語り合った日々も色あせてくのさ。激しい嵐もいくつかの夜に出れば、ただ日常が広がるだけ。僕は今負けそうだ、自分のその無力さに心を嬉しよう。夢をガラス瓶に入れて海に流せば叶うかな。いつかはちゃんと自分の元に帰るように、波が少しずつ運んで地球一周できるかも。願いの強さとは巡り巡った距離、遠い
眺めて何回もついたため息。目指してた地は七つの海越えた彼方にあるのか。世界の果てが見なくなったって感じるわ。自然の意志は諦めない。微妙にスペクトする当たり前の毎日に飽きることなく、夢がどうかの海原で沈んでしまったりしないか。想像するとドキドキ不安にもなるけど、きっと未来は思うようにいい方へと流れてる。できない理由ばかり考えていないで、楽天的な日に思い出すんだよ。波は何度寄せて返すのか、長さを知る。何かを手に入れるのにそんな刀は手ない。ジタバタしてもしょうがないよ。やるだけやったら今の自分にできること教えられた気がするよ。どんな結果が届こうと変わらないし、抑えの中であの海流が夢を届けると信じながら、夢をガラス瓶に入れて海に流せば叶うかな。つかはちゃんと自分の元に帰るように、波が少しずつ運んで地球一周できるかも。願いの強さとは巡り巡った距離、遠いあの頃の祈りさえ閉じ込めた純粋な気持ち。ありがとう、たくさんパチパチしてくれた。そう、ガラス瓶あるんですよ。嬉しいことに、ほんと。わーでこしてーでこしてー結婚してー結婚してーっていっぱい来てる。わー結婚してー結婚して。ドッサンピコン旧婚タワーありがとう、ありがたわー、ありがたわー。絵描いてくれてる。世界で一番オオカが大好きなんだってけど、嬉しい。ありがとう、結婚してた。アンドお誕生日おめでとう。結婚してください。誕生日ね。ありがとう。プロポーズされた。お誕生日おめでとう。おめでとう。昨日は、あえて、そう、前日やったけど、あえて嬉しかったです。ありがとう、朝から晩まで会ってくれて、スイパラと公園も両方ありがとう。おめでとう。
今何分だ？もう30分なっとる？16分。じゃあ30分まで歌って、30分なったらお礼書きますね。お礼とみんなとお話ししますね。はーい。時間経つの早いよね。なんかこれ歌えるかわからんけど歌っていい？歌えんかったごめん。歌えるかな。一回だけ歌ったことあるけど。まるで子猫ちゃんしゃがんでこぼちを見てるけど、きっと呼んでも来ないんだろう。なんか懐かなそうで、話したって関わったって、ああ面倒だ。それでも気になってしまうしまう。なぜか無視できないんだ。まさかこれって恋かな。そんなわけない、やめてくれ。夏の好きは御用心、ただの周期度を暑さにぼーっとなった。さあ隠さ、いつもならば冷静に判断できるのに、ひらひらと照りつける太陽に誘われて、あれなんだか変。サマータサマーチャンス、幻想、これからずっと前から気になっていた素材感半端ねえ。だけど気軽に手を出しちゃったんだ。絶対後には引けね。君が近づく、僕も近づく、あー危険。理想のタイプと違う違う。手には負えない君さ、だからこそそう余計に、なんかビビッと来ちゃったよ。不意のキスは意味不明、気づいたらしてた。当時の方からしたか覚えてない。なんかハートハーブ使ってハートしたんだよ。ちゃんと準備してたんだ、完璧にしてたのに。ああポンコツだね。もっと本能的な、目に見えないメロモンってやつ、やられたらしいノックアウトさ。僕は無抵抗でしかない。夏の好きは御用心、ただの周期度を暑さにぼーぼとなった。さあ隠さ、いつもならば冷静に判断できるのに、ひらひらと照りつける太陽に誘われて、あれなんだか変。サマーキス、メモリーズ、ロマンス、いっぱい好き。
トゥル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 、てってて好き、うん、公園で、公園でしてみたいけど難しそうなイメージ、踊りがずっと前か、理想のタイプと違う違う、チワも難しいよ。ヘイだけ。ヘイ。ユニットシャッフル。ユニットシャッフルするやったらさ、どれが合ってますか？シワが、そう、ピンクのお洋服やからみんなイメージがあるかもしれんけど、どうやろう。どれがあるんやろ、みんなにとって。イメージが。ポニーテール？ポニーテールをしてない君も好きだ。ご用心も合う。ポニーテ見てみたい。ポニーテね、配信でさ、歌いたいんですけど、ないんですよ。手話もなくて。残念。そう、歌いたくて、でもなくて、その2つ、2曲が。ご用心もいそう。ミニスカ見たいけん。そんなやらしい理由なのか？ご用心と、無力はあるんですよ。でも、シワとポニーテールがないの。ただのシワ。お力を見てみてが、本当にありがとう。じゃあ今日は息をする心を歌ってみんなとお話しようかな。この後は全部やってほしい。全部見てくれる？ちゃ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 始まりか。ソロコン嬉しい。できるぐらい歌が上手くなりたい。真夜中は僕だけの時間だ。もう誰も眠ってしまうがいい。本当の自分で言われて息ができる。太陽が
凍った大地には光と影ができてしまって、その境目に立たされた時に息が止まる。ああ夢の中なら自由に振る舞えるのに、友達と上手にやらなくちゃ、そうもっと楽しそうに生きなきゃ、そんな意識は捨てたい。君と巡り合って僕は楽になった。普通に息を吸って普通に吐いている。君を好きになって肩の力が抜けた。僕は僕のままで変わらなくていいんだ。好きだ好きだ声に出してみる。君が君が好きだ。星空をずっと眺めてると、そう眠るタイミングを失う。目を閉じるのがもったいなくて息ができない。きっと世の中にはたくさんのいるべきものが存在していて、僕はもっと外に目を向けて息をしよう。ああ明日になればもう一度生まれ変われる。昨日までの自分のことなんて忘れてしまっていいんだ。息の仕方変えよう。君に教えられた新しい世界よ。思っていたよりも人生は楽しい。君に気づかされた孤独ではないこと。そう僕が勝手に背中向けてただけ。好きだ生きることは呼吸すること。急がないでゆっくりでいい。他の人と比べないで吸って吐いて自分のペースで。誰か好きになると知らぬ間に微笑む。思い浮かべるたび幸せな気持ちに。君と巡り合って僕は楽になった。普通に息を吸って普通に吐いている。君を好きになって肩の力が抜けた。僕は僕のままで変わらなくて好きだ好きだ声に出してみる。君が君が好きだ。あれもあれもあれもいい曲だよね、本当に。
カラオケ行きたくなカラオケ行きたくなった。声量すごい。そういつもさ夜遅く歌ってるからあんまり声出せんくて、今は多分まだ大丈夫なはずやけんいいかなって思いました。多分大丈夫なはずです。 QR コードないよ。もう一度生まれ変われる。キャン。どん。お歌タイムでしたお歌タイムでした。ありがとう。いいえ、そうね、最初の公開がももとさあやのラジオやったね。目覚めた、目覚めたね冷めたね。お礼の紙があっちにあるぞ。ハンギョが移ります。ハンギョが映ってるかな。あれもうのペンがなんか収納されてる。どこ行ったの。いて、今さ、なんかさ、ここにあったポモのペン母に収納されてる気がする。ちょっと、いつも配信用のペン置いてるの、ここに。どうすか、どうすか。もうかな、お父さんに取ってもらったやつがない。ペンの集合体のやつないないって、割のレートルない。ガントさん切れちゃうからさ、配信が。ない。集合体これ探してたの。もありました。発見しました。さっきのアングルね、どんなアングルだった、あの横のたまにはちょっとガントバンされるもん。バンされちゃう。よいしょ。そんなに大きそう、そんな大きいやつでした。
なくなるサイズの、そう、あの置いてた場所が違うくて分かんなかった。そう、色とりどりのやつ、いっぱい色入ってるよみたいな、いろいろ入ってるやつだよ。よいしょ。これで描けるよ。何本ぐらいあるんだろうこれ。60本かな。いろいろ入ってる。まあ本当はこれ描く用のやつじゃなくて色塗るやつなんですよ、絵のけどまあいいかなと思って使ってる。使い方違うけど使ってる。入れる場所決まってるのかな、これ。入れる場所もうバラバラにしちゃってるやん。色とりどりだよ。お絵描きコーナーじゃない、今タワーのお礼を書いてあるよ。頭ボンブ、頭ボン今こう頭がめっちゃ見えてる。なんかワーカピンク、ワーカピンクはわかんない、英語で書いてるから全然読めんけど、きっとここら辺とかつむじ、つむじポンポン、つむじポンポンってね、つむじポンポン、頭ポンポンじゃなくてつむじやだ、つむじ、ものつむじがあってなる。ピンクと緑使うからすぐなくてすぐ使えるあるよね。どうかな、カキカキコーナー。
友達をすっとんなかったかな。言っちゃったかな。言ってなかったかもしれん。髪の毛ツルンツルンしてる？そう、トリートメントしたから髪の毛サラサラ伝わっとるかな。でもね、本当にね、あれなんだよ、頭ね、ツヤツヤになったんよ。7月の三択季節感違う歌歌っちゃった。そう、伝わる？嬉しい。シエン、サラサラーって。振ってみせ、振ってみせて。これで伝わる？本当？オーストラリア夏のサンタクロース。あ、じゃあ季節感外れてないね。よかったよかった。CM コイン、 CM。 はい、トッさん、キューコンタワーありがとう&お誕生日おめでとう。今日お祝いできて嬉しいし、前日に会えてよかった。桃花とたくさん会う一年にしま、したいな。桃花の願望ですね、これは。今日はバースデー11杯の11杯めっちゃ飲んどる。他の子に継いでもらったんか、継いでもらったんか。これはモカからのケーキです。ビールはいっぱい継いでもらったと思うので、私はケーキを渡します。これはろうそくがついたケーキと、コリラクマ、ちょっとリラクマっぽくなっちゃったけど、ケーキ持ってる。ココアさんに会ったの、そうなの。そうなの。おめでとう。おめでとう。いい一年を過ごしてね。
ななこさんにもついだ、他の子なっとるんだ誕生日に。いちごいっぱい、いちごいっぱい、私いちごいっぱいだと嬉しいからいちごいっぱいにした。そう、こんばんは。こんばんは。こんばんは。スイパラのケーキ美味しいよね。こんばんは。ありがとう。こんばんは。もっちゃんの作ったケーキだ。もっかの作ったケーキ？ケーキね。ってみたいな、もっとちゃんと。いや、今日は10時まで配信したいと思います。何ケーキ？まだレアチーズケーキとかしかないから、スポンジケーキ系を作ってみたい。あとタルトが作ってみたい。普段料理すっごいではないけど、全くできんわけじゃないですよ。これからダンス練習は、今日はね結構やろうと思ってて、どれぐらいか分からんけど、今日頑張ろうかなって思ってる。そう、私いちごタルトが一番好きなんよ。20分とかね、もっとよ。それは何時間ぐらいやるよ、何時間かは。スイパラのマンゴーが取った。タルトあるんだ。日付超えちゃいそう。そうね、日付超えてちょこっとやるぐらいかな。ちょっとね、もう何回もやらんと覚えられんくて、だから今日はちょっと配信早めなんよ。配信早口になっちゃった。配信早めなんです。水分取りながら、そうね、水分取っとるよ。配信早めってインフネ、嘘、インフネる。まあいいよね、ちょっとよくわかったね。友達の孫がアイドルになったので応援してほしいと言われたけど、どうして、するんだするんだ、へえ。5000人超えるのかなと。今日ねすごい来てくださってる、ありがとう。冬のマリオマリオが頭に浮かんだ。そう、みかん屋さんハートありがとう。竹まつるさん星ありがとう。ピアノのピーさんハートありがとう。令和の石勝さんハートありがとう。ドラガンさんあわあわありがとう。たーちゃん星ありがとう。竹まつるさんハートありがとう。名前ゼーちゃんになっちゃう。ゼーちゃんバナありがとう。花束もありがとう。マピアノのピーさんハートありがとう。
千者さん星ありがとう、ミミンさん涼しいありがとう、幻さん方ありがとう、昔からおじいさんありがとう、ありがとう。最近忙しくてもっちゃん以外のアイドル見てる余裕がない。ほんまか、ほんまかだ、あなた22時になるよ、急がないよって。もうそうだよ、もう大丈夫だよ。大丈夫だよ。ちゃ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 。大人の重さ切ない。いつの間にか消えた。大人大人重さ、もうずっと大人重さなんだもん。だって。今日は。22時までなのに毎日配信よくできてた。毎日配信はそうでもね、9時までの時とかね、途中で取り入れちゃったよね、いっぱい。10時はなんとかなったけど。最近綺麗さが増してきた。ほんと？ありがとう。ナチュラルに大人っぽくなる。ありがとう。この間でもメイクさんにも、なんか、おーちゃんはもうほんと、加入当時と比べるとすっごいお姉さんになったよね、みたいな。そう。すごいわかりやすいよね、みたいな。イエーイってなりました。イエーイの言い方がめっちゃ子供やったけど、今。STU 加入した時から毎日配信。いやでも最初9時やったから毎日じゃなかったけど、すぐ毎日配信しようってなって、で始めてみたけど、始めてみたけど、やっぱり時間制限があって取り入れてしまったりして、本当はね結構私今何日やろうか今、そう、今の期間よりももっと本当は長くやってたんですけど、めっちゃ途切れてしまって、そう、もーちゃんのメール消しなくてこういっぱいになっちゃう今の前髪近くいいでしょ、940日か。そう、本当は1000日到達してるくらいな、もっとやってたんですよ。でもいっぱい途切れちゃった、時間がなく、あの間に合わなくて。そうそう、あのお助けカードなかったんよそう、今はねあるんやけど、あの時はお助けカードの存在がなかったので、仕事が長引いてしまったりしたら、そう、公演の時間過ぎて、そうできる限りはしとったね。桃が好き、桃が好き。そう、結構厳しかったね。もう少しやね。千日じゃないかし、でも千日はどうしようね迷い中。あの配信できるかわかんないからな、あの千日の記念の配信ってできるかな、無理なんかな。でもあの申請するとできるの、あれってそうなのか。はじめまして、はじめまして。9月
仲間、そうだね、9月中旬らしい。あ、そうなんだ、知らなかったよ、ありがとう。ボボモちゃん、ボボモちゃん、入れ込むと一番ボボモ触覚が出てくる、触覚出てこないでよ。こんばんこんばんは出てきちゃう。かけたらめっちゃぽいよね、なんか。そうかけたらぽい、隠しきれない、隠し似合わんよ。あーあっ壁が出てきた。こんにちは、似合ってる、ほんと？な感じかな。でも本当に手で隠した方がぽいかも。お疲れ様です。はい、ありがとうお疲れ様、お疲れ様です。58分ぐらいになったら読みますね。あ、59分って59分になった。22時。では読みます。ドラゴンさんハートありがとう、たかきさんかわいいありがとう、くちゃんかわいいありがとう、まぼろしさんハートありがとう、リッチさん星ありがとう、まぴょんのぴさん星ありがとう、かな、もう22時だった22時だった。では読みます。13位のビラゴヒコ兄さんありがとう、12位のドラガンさんありがとう、抜けないで可愛い、可愛くてすし僕の太陽大好きありがとう、抜けないでありがとう、11位のマピアノンピスありがとう、おもちゃんの動画最高ツアー楽しみありがとう、楽しみ待ってます、マッツォでね、ありがとう、ジュイの竹まつるさんありがとう、キリのゼータンさんありがとう、筋トレしすぎて筋肉痛をすごい頑張ってくれてる、いっぱい待ってるよ撮ってくれるの、8位のリンチさんありがとう、今まで以上にモモシカなので安心してください、じゃあモモ推しだけですねありがとう、
7位のエイトさんありがとう。6位のケイスティンさんありがとう。僕は今僕の太陽自主練ファイト、ありがとう、頑張るぞ、ありがとう。あ、変わっちゃった。10歳のきびだんごひこにいさんありがとう。12位のピアノピさんありがとう。もーちゃんの高瀬か、あ、言うのね、ありがとうね、2回目。11位のドラゴンさんありがとう。10位の竹まつるさんありがとう。9位のゼータンさんありがとう。8位のリッチさんありがとう。7位のケイスティンさんありがとう。6位のコウジさんありがとう。途中からだったけどやっぱりもーちゃんの歌声最高、ありがとう、聞いてくれてとてもうれピーチありがとう。5位のエイトさんありがとう。4位のセンジャさんありがとう。3位のぐんぐんぐいさんありがとう。2位のふくちゃんありがとう。桃の間に沈んでますありがとう。1位のももかしか愛せない山井ももかより大好きな人はこの世に存在しないんだ。お、じゃあももか1番じゃん。やったね、ありがとう、ありがとう。おめでとうね、ありがとうございました。私ありがとう、楽しかった、楽しかったです。こちらこそ今日もありがとうございました。歌配信にお話配信、お顔だけ見に来れてくれてありがとう、見に来てくれて。親もも親ももダンス練習頑張ってくるね、イエイイエイ。親もも親もも昨日の声見ますを見てね、ダンス頑張って、おやすみちゃん、おやすみちゃん、ダンス練習頑張って、ありがとう、いい夢見て、いい夢見てね。歌を聴いてファンになりました、ありがとう。こちらも嬉しいです、めっちゃありがとう。ダンス頑張って、ダンス頑張るみんな、ありがとうございました。サイン届いてありがとう。もが好き、もが好き、バイバイ、また明日ね、よいしょ、おやすみ、おやすみなさい、ありがとうございました、バイ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 、また明日。